ポポンデッタ古方は、トウゴロウイワシモ目に属する、淡水魚の一種。パプアニューギニアのオロ州にある町、ポポンデッタの固有種。熱帯魚として飼育される。レインボーフィッシュと総称される、熱帯魚の一種。全長は4センチメートルで、川の中流から下流で群れを作って生活する。落下昆虫や水生昆虫、イトミミズなどを餌としている。体は透き通っているが、 角ヒレは黄色く縁取られている。また目は青く、英名のフォークテール、ブルーアイの由来となっている。なおフォークテールは尾が二つに分かれていることを意味するが、実際には尾びれの上下が黄色く、中央部が黒色になっていることで、二つに分かれているように見えるだけである。ポポンデッタレインボーという別名もある。ちなみに、英語でポポンデッタブルーアイというと、 禁煙種のプセウドムギルコンニエのことを指す。本種はかつてポポンデッタ族に分類されていたが、後にシュードムギル族に分類が改められた。しかし、旧族名であるポポンデッタの名称で呼ばれることが一般的となっている。シュードムギルコンニエなどの禁煙種とともに、アクアリウムにおいて飼育されることがある。最終個体が日本などに輸出されており、人工飼料でも飼育できる。 繁殖は可能とされるが、繁殖例は少ない。ポポンデッタ日本の鉄道模型専門店。社名の由来は、ポポンデッタ古方。a b c d e p c 図、熱帯魚水槽 P222。ありがとうございます。